ちは、スタイリストの金子彩です。今日は夏のオールブラックコーデをいくつか紹介できたらなと思っています。一つ目はちょっとビッグシルエットの T シャツにレギンスで、ニュアンスを出すスカートのスタイルです。これ下レギンスを履いてるんですけど、例えばスキニーパンツとかでもいいですし、この編み編みのスカートは例えばチュールとかタイトスカートとかでも同じようなニュアンスが出るかなと思います。この T シャツはちょうど股が隠れるだけのサイズ感を一つ持っておくと、ジャストサイズとはまた別のコーディネートが楽しめるのでいいかなと思います。で、ちょっと素材をいろいろ足していって、バッグにはエナメルのバッグで、割と T シャツにレギンスというカジュアルなコーディネートなので、ちょっと甘さ、がっちり感をしたコーデです。ルック2はワイドストレートのハイウエストパンツ。これ朝コンなので、ちょっと割とラフなパンツ、カジュアルなパンツにカットソーのハイネック。これはアニエスの定番だと思うんですけど、このハイネックが割と秋を先取りするときにすごく役に立つアイテムで、何年も着てるものなんですけど、 T シャツだけどちょっとニットっぽく見えるアイテムに、ワンツーコーデにならないようにサスペンダーをちょっと足して、足元はラフなサンダル、ちょっと割とメンズっぽい印象になるので、リボンのカチューシャを足したスタイリングです。ルック3、アウトレットで買ったアラジンパンツ。これロエベでした。ロエベで見つけたアラジンパンツ、これはヒールに合わせたいなと思って買ってあったのを、やっと体型が戻ったので履けるようになりました。ちょっとショートボトムには長袖を必ず合わせるようにして、肌を見せすぎないようにの方が大人っぽく着こなせるかなと思います。この、ヒールはもう定番のもので、でも今季すごいまたヒールがみんなお出かけしたい気持ちが出てきてるのか、この前マノラのプレスに行ったらこのヒールのシリーズがすごく売れていると聞いて、なんかみんなやっぱそういう気持ちなのかなと思って聞いてました。余談ですけど。で、ちょっと素材感を、これもちょっとタオルっぽい生地なんですけど、素材感を今回も変えながら、スウェードとレザーと麻っぽいものとタイを合わせました。ビッグ4、シンプルな T シャツにボリュームの今季たくさん出てるフリルっぽい甘いジャンパースカート、前回も前回買ったもので紹介したコエルスカートで、ボリュームがあるスカートなので、上はシンプルな首の詰まった T シャツを着てます。で、結構甘いドレッシーなスカートなので、キャップでカジュアルダウンをして、リゾートっぽくならないように都会的にしたいので、サンダルも B さんじゃなくてちょっとレザーのエッジの効いたサンダルを合わせます。
とロングスカートの時にはブーツ以外はパンプスとかを合わせるとちょっと本サバになりすぎてるので、ペタンコフラットシューズを合わせるように個人的なスタイリングの時はしてます。T シャツにパンツに B さんに夏の定番スタイルです。で B さんってここ最近あんまりすごい苦手というか、ちょっと年をアラフォーになってきてカジュアルすぎるなと思ってプールとか以外あんまり履いてなかったんですけど、なんか綺麗めがこういうパンツとなら合わせられるなと思って、このパンツを買った時に買うのを決めた時にウーフォスに合わせようと思ってこのパンツを買った理由なんですけど、ベルト付きでなんとなく綺麗めに見えるんだけどラフに履けるパンツなので、割と決まりやすいっていうか一本持ってるととっても決まりやすいパンツです。で足元が B さんなのでカッチリしたバッグを合わせました。ルック6、最後はデニムのコーディネート。デニムもブラックだと少しカジュアルさが減るので好きなんですけど、これは以前コラボで作ったものです。でデニム T シャツももちろんするんですけど、最近はデニムにはきれいめなものをシャツとか、ブラウスを合わせるようにして、ちょっときれいめに着るようにしてます。で上が長袖なので肌見せのバランスで、靴はサンダルストラップ、定番のストラップサンダルを合わせてます。で上と靴がきれいめなのでバッグはちょっとカジュアルめを合わせました。オールブラックの着回しいかがでしたでしょうか。なんとなく、バリエーションで私的なルールをお伝えしました。それではまた会いました。